を閉じて、そしたらそのまま軽く太ももに手を添えてグッと下に押して、その勢いを使って真下に足をグッと、ちょっと若干背筋が開いちゃって、ギュッと閉じたまま構えてください。せーので、せーの、そうです、せーの、ちょっと足元見てください。ちょっと前に出ますよね。ここがしっかり力がかかる場所なので、ここがずれてしまうと極端な足膝開いてもいいです。同じようにして、せーの、入れづらいです。ちょっと後ろに次いきます。せーの、これも入れづらいです。体のほんの少し前が一番強く踏める場所なので、そこをちょっと実感してください。ギュッとしっかりかかとをお尻の下に近づけてから、上から押して踏む。で、今度反対、踏む、強いドリブルをするようなイメージで、武田君そのまま続けて、斉藤さんステップです。足がだんだん開いてきた。このまま今のことぐらい動いてます。足が10分ぐらい出てる。ダッシュで行こうぜ。片足をこのハードルの横に置きます。そしたらかかとをお尻に当てるようにしながら、反対足を膝が追い越したら、さっきと同じように下に下ろして、この時体が動かないと強く踏めないので、つく場所の上に体が来るようにして強く、この間大きいですよ。初めてやった。あ、抜けるな。効くな。むずっ。うわ、引くな。初めてやりました。はい、竹田君ダメ。今のはかかとが斜めにこう動いてる、はい、じゃなくてかかとを腰に当てる、はい、当ててか、はい、というイメージでもう一回いきましょう。受けてる感じが自分の中で、足だけしか行ってない、乗ってない状態が。はい、じゃあもう自分今のあの良かったです。それそれは良かった。ちょっと下に下がっている。お、まだ弱い。あ、引き付けてきた。なんかちゃんと行くと勝手にこう1、2歩出ちゃう、なんかこの感じがあるんですよね。抜けちゃうとスカッてなって、こう行けてる時と行けてない時、あと音も違いますね。全然正しいところに設置した時と。抜けてみます。先だけで行っちゃい、そのところを今草野先生の体もちゃんとここに移動させるっていう言われてるようで、わかんない。ほら、いい授業でしょ。いや、やばったでしょ。もう今やばった。5回中1回だったものが5回中2回、5回中3回みたいな、どんどん良くなってる回数が増えてきてます。大事なことは、大事なこと、こっちの足を猫カードに後ろを立てて、ちょっとしっかり膝を畳む、ちょっと意識づけをします。このままお尻の後ろにちょっと手を置いて、できる限り早くかかとを打ちつけながら、20回繰り返します。
は軽く膝を曲げる、前に出たら軽くすぐつく、それを繰り返しながらマークの上をジョギングしています。計画の場合は畳んでるけど、ただ降りてきてるだけで、はい、自分でちょっと落としに行くね。なぜちょっとうまく噛み合ってないか分かりますか？オーバーですね。オーバー、ジョギングだからこれぐらいのコースで、これぐらいのコースで、あー、なるほど、投げる。出たらすぐ来た。悪くはないかな。ありがとうございます。はい、すぐ下、はい、足が出てきたらすぐ下、はい、それをイメージで取り込む。した時のこのイメージで積極的に一番喋ってますか。自分から積極的に地面に、そう、力を込める。はい、そのイメージで持って同じリズムで5分もやって、はい、はい、はい、自転車のペダルを漕ぐんですよ。はい、でちょっとメリハリをつけながら一回引っ張るでそれでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。OK です。